九天玄女を祀る、道館九天元女は、中国神話の女神であり、道教における女性である。玄の字は黒色を表すこともあり、玄女という名は、黒い女の意味である。戦術と標法を司る上古の女神で、天書を持っている。戦術の神と正義の神の性格を合わせ持って、道教の神道府では聖王母に次ぐ地位にある、女天神と言及され、 上元婦人と同一視されることもあった。聖王母の副官役として英雄たちの守護神である。同郷では旧暦2月15日を旧天元女の誕生日として祝っている。また、六、水の絵神化と関連付けられている。古文流行行中祖によれば、玄女は天婦者と称されていた。玄女は天地の精神、陰陽の霊気であり、 万物を知っていて、同郷の主である。また、玄女も、上古の新鮮であり、修身の長である。勝ツの陳中書によれば、原始天皇と太元玉女は九皇元女を生み、王の誠聖王母と合し西館夫人のことである。宮天玄女は、聖王母の一側面と考えられている。大丈老君中継によれば、玄女は常に、 太白の名状をいただき、王の明の玉を耳につけ、一心に光を照射して、すなわち延々して死なず。もともとの玄女は、一個部鳥見の婦人をした姿の女神で、聖王母に剣士されて、皇帝に先方を教えたと伝えられている。また、皇帝に、私友を抑えるための三の宮五四名の略、大地遁�公六、水のエフトの術、 陰府の木、霊法五夫五章の文を授けた。玄女の一個部取り身の原型は、玄長と言われており、陰の子祖、敬の母、漢、敵は、玄長の卵を飲んで、敬を産んだ。戦力の孫娘、女おさむが旗折りしているとき、玄長の卵を飲んで身ごもり、大行を産んだ。また、雲九七九時にその名が記され、九天玄女は、皇帝の師匠と、 聖母元君の弟子であり、二大鳥に乗って、旧式祭水の衣を着て、玄仏目の毛衣を被っている。中国において古くは、元祖の道で、玄女と祖女の宝術を指す。皇帝は、玄女と祖女から、某中術を授かったとされている。メソポタミア神話の性愛と戦争を司る女神、イナンマ、イシュタルなどと共通点が指摘される。 通俗大民女宣伝の女主人公である、東西寺は、九天玄女から授かった七巻の天章を学び、様々な幻術を用いて、援軍を翻弄する。玄女は、剣仙たちを滑る天仙の長で、祖女は、玄女の妹と言われる。一人称は、陳。唐の名称、理性は、九天玄女の先方を駆使したとある。また、 1047年の中国の小説、山水イ,イラーヤカシデンの改作において、聖シューとめジューとめから旧天元女へ変更されたという説がある。ありがとうございます。